カメラこんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天呢有一件非常开心非常开心非常开心的事情非常开心对，非常开心的事情呢就是我跟文当拿到我们的结婚戒指了。届きました。届いたというか取りに行きました真的等超久的，もう1ヶ月ぐらい待ちましたね。この1ヶ月が待ち遠しかったな。私があの婚約指輪つけてたんですけど、あの文当がつけてないから、で文当もずっとつけたいなってずっと話してて。そう、もともとねファッションでもつけるタイプじゃないんでね、ついに届きました。ついに届きました。耶！那我跟文当这次去 iPrimo 的店铺拿戒指的时候呢，我们两个其实已经戴过戒指了，但是真的很想要，就是在只有两个人的空间的时候，会自己开箱，然后帮对方戴上。所以我们两个人在店铺里面试戴之后没有问题呢，就把戒指放回盒子里面，这样子直接带回来，在这里开箱给大家看。楽しみ！这个神圣的仪式。哎，要打开喽 ！Hello， 听酒 ，iPrimo 的戒指，这个缎带呢是服务员最后帮我们系上的。ルちゃんなんかこれ結ぶ時の動画撮ってましたよ。そう。でそれ店員さんが撮られるの初めてなのでめっちゃ緊張したらしい。そう。もしよかったらね載せるかもしれない。載せます。このねリボンの感じも可愛いし、このアイプリモも可愛いし、このまず箱の色ね、ピンクでめちゃめちゃ可愛い。めっちゃプリンセスだね。もう本当なんか夢を感じる。ね。ね、可愛い。じゃあ開けます。ね、緊張。じゃあよ。じゃあよじゃないよ。大丈夫、ピッと引っ張るだけよ。ああ、開けます。びっくりしたわあ。わあ。中は二人の愛がありますよ。箱だけでも可愛いね。ねえ、なんか箱はちょっとキラキラしてるのめっちゃ可愛いね。ずーん、わあ。中もおしゃれ。もう一個の箱あります。え、見て。そうだよ、こんな感じです。そうそうそう、すごいね、これだけでもすんげえ豪華な箱じゃん。ねえ、おしゃれ。打開ろ。開ろ。哇！哇！我们的戒指。二つあるのか珍しいよね。あの、もともと正直に箱二つと思ってた。俺も一個一個かなと思ってたんだけど、やっぱ二人で一つってのはなんかいいね。这个上面是文当的，下面是我的。这个呢是文当的戒指，它的正面呢这里有一条线，然后背面这里就是一般华顺的戒指，它是有一点点雾面设计的。然后接下来是我的。那我的呢是一半有钻石，钻石是斜面的，不是全部都是。然后背面呢，这里是什么都没有，就是比较低调的款式。ね、可愛い。可愛いね。那我们两个呢，就来帮对方戴上这个神圣的戒指。初めて指輪つけます。行きます。お、緊張。行きます。はい。何？なんか結婚式みたい。デデン。どう？いいね、ぴったりサイズも。やっぱつけると変わるね。果然和店里自己戴的感觉不一样，帮对方戴的感觉好好哦。じゃあ僕もルーちゃんにつけようかな。はい。つけます。緊張でしょ？いや意外と緊張した。そう、つけられる人は何も思わないんだけど、つける人がすごい
緊張する責任感を感じる。叮叮我们两个终于有婚戒了。そう、私たち順番ぐちゃぐちゃなの。私たちらしくていい、と思います。イエーイ。那我们两个呢、戒指里面都有刻字。我们两个是刻我们两个的名字、还有中间有一个无限的符号。永遠にこの関係が続きますようにと。無限が結構好きなの。俺も好きなんや。なんか、その符号が好きです。無限だとハートとかもあったけどね。なんかハートよりも無限を取りました。私も。しかも無限帰ったら、なんか関係ねえと思い出す。然后除了刻名字之外呢，里面还可以再另外镶，就是有意义的宝石。它那个说明在里面，我们拿给大家看。噔噔，就是这个 iPrimo 的信封。这个信封里面呢，就有一些资料。首先是第一张，噔噔。我一开始呢，看到这个纸的时候，还以为是有什么特别活动，结果就叫我们上去写评价。好大哦。对，好大的戒指呢。ここ真ん中だけ穴開けてるちゃんの指に刺してみたいね。これはこっちけどわ。包含有很多意义的宝石，还有从一月到十二月不一样的石头。那因为订婚戒指呢是文丹帮我选的，所以我想说我要自己坚持要选给文丹。我选给文丹的是这一个，是蓝宝石 Pure Blue。因为文丹对我来说就是一个非常非常 pure 的人，所以我一看到这个 pure blue 就觉得这不就是他吗？そしてね、この宝石の意味はまたかっこよくて、あなたを誰よりも幸せにしたい。いや、本当私の気持ちです。感動したわ。いろいろあるんだけど、私はふーちゃんを幸せにしたい気持ちの方が強いと思ってこれを選びました。これルーちゃんが選んでくれた時めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。あ、誰よりも俺のこと考えてくれてるんだなと思って。このピュアブルー本当中見たらねすごい輝いてるんですよ。因为它这个宝石呢有非常多种颜色，一开始想说就有颜色会不会看起来太幼稚，这个实际的宝石就非常漂亮，不像想象中是太鲜艳的颜色就会有一点奇怪。そしていいのはこれ外側じゃなくて内側なので肌と直接触れ合ってるから気持ち一番伝わるなと思って。なんかねつけました。今もね常に肌に当たってるんで。すごいね、愛を感じます。あなたを誰よりも幸せにしたい。ブルーは花嫁の幸せを象徴する色。サムシングブルーの言い伝えの通り、いつまでもピュアな気持ちでお互いを思っていたいと願うお二人に。本当これが一番刺さってたなっていうのでこれを選びました。本当に愛を感じました。ありがとう。こちらこそ。私の分がもう本当申し訳なく、私も自分で選びました。なんで結局2つ選んでるんですよ。そうです。私が選んでるのが私の誕生石の6月のムーンストーンです。6月生まれなので6月見たら幸運な月の輝きに守られてっていうのが運気が上がるんじゃないかなと思って、これすごい刺さったんです。皆さんこのチャンネルの名前わかってますよね。もう本当やめなさい。もう正直にこの名前めっちゃ恥ずかしいから、もう本当やめて。そのね、運気がさらに上がるように6月の誕生石を入れたわけです。違うの、私の本音ふーちゃんに言ってないの。、うん、あなた今回初めて知るの私の本音は。運が上がるからこそあなたのことを幸せにできると思ってたの、その時は。心の中で未来のことを考えて、それ今のことも考えて、なのでこのセットにしました。月の名を持つ神秘的な石に末永く共に過ごす未来への願いを込めて、淡くピュアな白い光が幸運と癒しをもたらします。これ見るだけでもなんか幸せになったよ。あの婚約指輪の時に文壇一人選んでもらって、店員さんにも相談してなんか最後買って、私の嬉しそうな表情を想像して買ったなっていう気持ちもあったから、なので結婚指輪、私の気持ちをお返ししてこれしたんです。来るね心に今の言葉は。本当になんか最初はね、文壇はなんで俺に選ばせないので言ってたんです。こちらとしてもね、思いがありますから、ルーちゃんを守りたいっていうね。まあ今回はね、ルーちゃんの方が僕にね、思いを伝えてくれました。未来まだ長いから。そうね。二人で支え合ってやっていきましょう。末永く。あと一つ、アイプインモからめちゃくちゃ可愛いやついただきました。那这张纸呢是 iPrimo 给我们的。为什么会有两个笑脸呢？这个笑脸的意义就是把两个戒指放上去之后，会变成两个可爱的笑脸。我跟文丹。右は俺に見えてきた本当に。左私に見えてきた。ね、めちゃ可愛いね。ね、可愛い。今ね、皆さんにも見えるかなと思います。ピュアブルーがね、めちゃめちゃ輝いているんですよ。これ内側なんでね、
取れる心配もなくルーちゃんの愛を感じることができます。ピュアプル。那艾普里莫很可爱，上面戒指都会有名字。那我的这一款戒指呢是 Heracles， 就是大力士。我超喜欢 Heracles 的，我小时候都在看。この名前見て、あ、やっぱりかと思って。でももう本当名前がかっこいいよね。ヘラクレス。俺も最初そのヘラクレスにしようかと思ったんですけどね。自分はこっちのプシュケって名前です。こっちは。こちらはね、絶世の美女。プシュケ。僕にぴったり。ねえ。冗談です。自分がつける前に、ビュアだけじゃん。普段つけてるから、別に何も変わらないんじゃないかなと思ったんだけど、実際に見て全然違うなと思いました。しかも今回ルーちゃんがね、すごいこだわって。ダイヤモンドを入れてくれたおかげですごいね思い入れのある指輪となりました。あなたを誰よりも幸せにしたい。シェシェ。不客气。これからも末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。これもね皆さんがいろいろ教えてくれたおかげです。ありがとうございます。好，那谢谢大家看今天这一支影片，我们两个终于有结婚戒指了，真的很谢谢大家给我们建议，那我们才可以很顺利的买到戒指。那之后呢，这个戒指应该会一直在我们的频道登场。ずっとつけます。那我们就下次影片再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。